さて続いては錦井選手最後の演技者です。まあ、決まりましたね。はい、背面射にも決まっています。順手に持ち替えました。クロスしませんね。さあどうでしょうか、はい、これマルケロフですね。でもあんまりいい、止まりました。またちょっと振りが大きすぎてコントロールできませんでしたですね。最後フィニッシュ。さあフィニッシュはどうでしょうか。ハーフインハーフですね。周回料理、足が出てました。ただ中山さん、はい、今錦井が緊張して鉄棒の上で止まりました、はい、この減点をどうするかですね。そうですね、やはり4部から5部は取るでしょう。うん、それにあの先ほどのマルケロフですか、はい、あまりいい感じのマルケロフじゃないですね。これですね、はい、これを 0.4 減点するか 0.5 減点するかによってだいぶ変わってきますからね。そうですね、最後はいいんですけどね、はい、高さもありますし着地もほとんど止まっていますけども、でもやはり考えられないですね、あれ。